マラウイマラウイ共和国。通称マラウイは、アフリカ大陸南東部に位置する共和制国家で、イギリス連邦加盟国である。旧称は、イギリス保護領、ニアサランド、ナイアセランド、ニアサは、湖の位。首都は、リロングウェイ、最大の都市は、ブランタイアである。アフリカ第一交代に位置する、内陸国である。マラウイこの西岸にあり、 東西の幅は90から1 6 1トル、南北の長さは9 0 0トルと南北に細長い形をした国。国土はほとんど高原上にあり、マラウィコが大きな面積を占める。北、北西はタンザニアと東、南、南西はモザンビークと西はザンビアと国境を接している。チェワ族が主流。独立以降。 アフリカでは珍しく対外戦争や内戦を経験しておらず、ザワームハート・オブ・アフリカ、アフリカの温かい心という別称を持つ。正式名称はチェワ語で、英語ではリパブリック・オブ・マラウィ、通称はマラウィ、日本語の表記はマラウィ共和国、マラウィはチェワ語で光、炎などを意味する。かつてこの地には3人が居住していたが、 15世紀に、チワ族を中心とする、バントゥー系の複数の部族が連合して、マラビ、マラアビと呼ばれるようになり、マラビ帝国、マラビ帝国、マラビ帝国ともが建国された。マラビ帝国は、モザンビーク方面から到来した、ポルトガル人やスワヒリ都市のアラブ人との交易を行いながら、19世紀末までこの地を統治した。スコットランドからの強力な、 キリスト教宣教活動による結果、1891年にイギリスの保護領となり、1893年にイギリス中央アフリカ保護量、1893年から1907年と解消された後、1907年にニアサンド、1907年から1953年となった。第二次世界大戦後、1953年に北、ローデシア、 ゲザンビア、南ローデシア、ゲジンバブエ、ニアサランド、ゲンマロイを合わせたローデシアニアサランド連邦、イギリス領中央アフリカ連、シーフ、1953年から1963年が成立した。これは、地下資源の豊富な北ローデシア、製造業が盛んな南ローデシアと、黒人労働力の供給先であるニアサランドを結びつけて、 経済発展を図った白人入り者、アングロアフリカンの策であった。しかし、1958年11月23日のアップックに出席したバンダをはじめとした、旧進派の独立運動がアフリカ各地で公用した。ニアサランドでは1959年にローデシアニアサランド連邦への反対運動を続けたバンダが、グーエル、ゲンジンバブエ領内に投獄されたが、 いわゆる1960年のアフリカの年を迎える中で連邦理の動きは止まらず、連邦の維持は困難になっていた。1962年には連邦内の自治権を獲得。同年には連邦離脱の権利を認めさせ、翌1963年にローデシアニアサランド連邦は解体した。1964年にニアサランドは、 イギリス連邦内の英連邦王国の形式で独立国際連合にも加盟した。初代大統領はヘイスティングズ・カムズ・バンダ。バンダは民主化がなされた1994年まで大統領職にあった。バンダは就任後すぐに独裁傾向を強め、1966年にマラウイはマラウイ会議党による一党制国家になり、1970年にはバンダは 終身大統領の座についた。外交的には、経済発展の必要性から、マラウィ国民の主要な出稼ぎ先であった、アパルトヘイト時代の南アフリカ共和国とも、外交関係を維持した。他にも、アフリカにおける、植民地帝国を維持しようとしていたポルトガルとも、連携して、モザンビーク経由で沿岸部とのつながりを持とうとするなど、アフリカ南部の白人政権への接近が見られた。 そのため、首都改造や鉄道網整備に際して、南アフリカ共和国から経済支援を受けた。また、この時代には、反共の観点から、台湾、中華民国との友好関係が保たれた。1992年になると、バンダの圧政に対し国内の反発が強くなり、1993年の国民投票で、複数正当性が認められ、 民主的に行われた1994年の選挙では統一民主戦線のバキリムルジが大統領に当選した。2004年の選挙では同じ統一民主戦線のビングはムタリカが大統領に当選。ムタリカは2005年に民主進歩党 DPP を旗上げし2009年に再選されたが2012年4月5日に休止した。 4月7日に副大統領で民主進歩党から除名されて人民党を立ち上げていたジョイス・バンダが憲法の規定により大統領に昇格しマラウイ初の女性大統領となった。しかし2014年5月20日に実施された2014年の選挙でビングアムタリカ元大統領の実定で民主進歩党のピーター・ムタリカが当選して第5代大,大統領に任した。 2019年の大統領選では、ムタリカ大統領が再選されたが僅差での勝利となり、野党が選挙不正を訴え抗議する事態となった。共和制、大統領制を取る立憲国家である。現行憲法は1995年5月18日に交付されたもの。国家元首である大統領は、国民の直接選挙により選出される。任期は5年。 参戦は禁止。閣僚は大統領により任命される。首相職は1966年以降廃止されたままである。立法府は一員制で、正式名称は国民議会。国民議会の定数は193議席で、議員は国民の直接選挙により選出される。議員の任期は5年である。1994年からマラウイは、 複数政党制が認められており、旧一党支配政党でありチェワ族主体のマラウイ、会議党、MCP のほか、ピーター・ムタリカ大統領が率いる民主進歩党、DPP、ヤオ族主体で、ムタリカ大統領が2005年に DPP を設立するまで所属していた、統一民主戦線、UDF、ジョイス・バンダマイ大統領が率いる人民党、共和党、RP を中心とする、 政党連合、ムグウイリザのイ、MC などが活動している。マラウイ軍は、陸軍、海軍、空軍の3軍から構成され、総人員は約5300人である。平成は主眼制を採用している。2000年度の軍事予算は950万ドルで、GDP の0.76%である。マラウイは独立後、 南アフリカ共和国との経済関係を重視する立場からブラックアフリカでは例外的に南アフリカのアパルトヘイト政権と友好関係を築き白人国家ローデシアや1975年までアフリカ植民地から撤退しなかったポルトガルとも同様に友好関係を結んでいたまた親西側政策から1966年から台湾 中華民国と外交関係を有していたが、2007年末に断交し、中華人民共和国と国交を樹立した。日本はマラウイを独立と同時に承認し、現在では相互に大使館を開設している。北部州、中部州、南部州の3つの州に分かれており、その下にさらに28の県、ディストリクトがある。北部州は、チティバ、カロンガ、ルンピ、 ムジバ、カタベー、リコマの6県に分かれている。中部州は、カスング、んちド道ワ、ムチンジ、コタコタ、サリマ、リロングウェ、デッザ、ニチェウの9県に分かれている。南部州は、マンゴチ、バラカ、マチンガ、ゾンバ、チラズル、ムワンザ、チョロ、ムランジェ、パロンベ、チクアワ,ワ、ムサンジェ、ブランタイア、ネノの13県に分かれている。マラウイ最大の都市は、 中部にある首都のリロングウェであり、人口は約98万人であり、人口は66万人2008年を数える。政治のリロングウェに対して、ブランタイヤは経済の中心であり、盛んな商業のほか、食品や醸造などの工業も立地している。マラウイの都市人口は、リロングウェとブランタイヤの2大都市が突出しており、 それ以外の都市ははるかに小さな規模にとどまっている。第三都市であるムズズは北部の中心地であるが人口は13万人であり人口は9万人2008年である。ゾンバは高原上にあって風光明媚な風景と冷量な気候を持ちイギリス植民地時代には植民地の首都が置かれた。独立後も引き続き1975年まで首都が置かれ、 セントゴンもマラウイ大学の本部が置かれる文教都市となっている。このほか主要な町として以下の町がある。マラウイの面積は約11.8万キロメートル、11万8484キロメートルであり、ほぼ北海道と九州を合わせた面積に相当する。国土の北部はほとんど高原となっているが、マラウイ湖沿岸は北部大地からはかなり標高がくなっている。 南部は標高が低く、マラウイ湖から流れ出したシーレ川が流れる。マラウイ湖の面積が国土の二十パーセント以上を占めており、国土の五分の一が湖や川などの水域である。マラウイ湖南方の大きな湖としてはマロンベ湖が、さらにその南東のモザンビークとの国境地帯には、チユタ湖とチルワ湖がある。気候は高原となっている北部、中部は温帯カウ気候。 CW であり、南部の低地は熱帯モンスーン気候に属する。5月から10月までが寒気、11月から4月までが雨季である。降水量は全般に多く、高原部では2000ミリ以上降るところもあり、最も降水量の少ない南部の低地においても800ミリ程度の降水量はある。気温もさほど激しいものではなく、首トリロングへの気温は、夏が17度から29度、 冬が7度から23度くらいとなっている。マラウイこの南北の総延長は約 560km あるが、幅は 75km 以しかない。面積はほぼ 29,500km で、九州島の面積の約80%に当たる。最大水深は 706m。湖は大切な漁獲資源を得る場であり、観光資源でもある。 500種以上の魚類が生息している。チャンボという魚が有名。その他、湖にはカワウソ、ワニ、カバといった動物や様々な色鮮やかな鳥も生息している。マラウイ湖国立公園はユネスコの指定する世界遺産の一つ。通貨はマラウイクワチャ、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 MKWMK MK。補助通貨としてタンバラが存在し、 一マラウイクワチャイコール百単ラである。また、中央銀行はマラウイ準備銀行である。2006年には世界銀行の統計によれば8%台の経済成長を遂げたが、依然として世界最貧国の一つである。世界銀行によると2014年の一人当たり国民所得は250ベードルで世界最下位である。主要産業は農業であり、 人口の84.5%、1998年が第一次産業に従事している。主な作物としてはトウモロコシが全土で広く栽培されるが、自給作物としての性格が強い。商品作物として最も有力なものは、旗箱で、2013年には総輸出の46.6%を占める最大輸出品となっていた。このか、 商品作物としては、砂糖、総輸出の9.5%、2013年宮茶、総輸出の7.1%、2013年、落花生、総輸出の5.0%、2013年などが生産されている。加工地の多くが農地とされているため、牧畜はあまり行われていない。降水量は少なくはないが、年格差が激しく、 灌漑設備も整っていないため干ばつに見舞われやすい。2005年には干ばつなどのため収穫量が激減し、国際連合世界食糧計画などが援助を行った。2005年10月、ムタリカ大統領は食糧危機に対し緊急宣言を行った。2016年にも干ばつに襲われ、大きな被害を出した。マラウイは鉱山資源に恵まれていない。 わずかに石灰石と少量の石炭が採掘されているのみである。2009年には北部でウラン鉱山が開発され、2013年には総輸出の11.3%を占めるまでに成長したものの、2014年に価格低迷によって旧山に追い込まれた。社会基盤の整備は未だ不十分である。鉄道の路線は北部域へ通じておらず、 中南部のみとなっている。鉄道は、ザンビア国境のムチンジから、首都、リロングウェやマラウイコハンのサリマ、ブランタイアシを通って、国土南端のヌサンジから、モザンビークのベーラ港へ抜けるルートと、途中のンカヤから、東部国境のナユチへと通じ、モザンビークの中ラ港へ抜ける路線が存在する。このかタンザニアのダルエスサラームから、道国南部のムベヤまで、 炭山鉄道で物資を運び、そこからトラックでマラウイ北部へ入る輸送ルートも多用され、ムベアにはマラウイ向けの物資を保管するマラウイデポと呼ばれる倉庫が置かれている。道路の舗装率は50%以下、携帯電話の所持率も10%弱、インターネット普及率も低く、90%の地域には未だ電気が通っていない。シーレ川などマラウイ湖の流出、 流入河川における水力発電に依存するため、特に寒気は電力不足や停電が深刻である。2001年にウィリアム・カムクワンバが独力で発電用の風車を完成させたことは、マラウイ中、さらには全世界から強い関心を集め、自伝である風を捕まえた少年は2018年には映画化され、2019年には日本でも公開された。 マラウイ最大の民族集団は、チェワ族であり、総人口の32.6%、2008年を占める。その他、トゥンブー家族、トゥンブー家族、ムゴニ族、アンゴニ族、ヤオ族、ニャンチャ族、チッポ家族、トンガ族、アマゴロボロ族、ムセンガ族、ズールー族、コウシャ族、スワジ族、などが存在する。 マラビ内イには四十程度の民族集団が存在すると言われるが、それぞれの民族集団の輪郭は曖昧である。国語はチェワ語であり、英語も公用語となっている。その他にもチェワ語はほぼ同じ言語であるニャンジャ語と合わせると人口の半数以上の母語となっており、主に中南部で広く使用される。このか北部で広く使用されるゥンブカ語ゥンブカ語をはじめ、 ドンガ語、ヤオ語、ロムウェ語、ココラ、マクア語、マラウイセナ語、セナ語、ムコンデ語、ニャキュサ語、その他諸部族語が話され、少数だがフランス語、スワヒリ語を話す人々も存在する。1998年のセンサスによれば、国民の79.9%がキリスト教、12.8%がイスラーム、その他が3%、無宗教が4.8%である。 キリスト教はカトリックよりもプロテスタント各派の方が多い。マラウイのイスラームにおいては、ムスリムはマラウイ湖畔や北部に比較的多い。2003年の推計によれば、15歳以上の国民の識字率は62.7%、男性76.1%、女性49.8%である。2003年には GDP の5.8%が、 教育費に支出された。主な高等教育機関としては1964年に南部のゾンバに設立された総合大学であるマラウイ大学があるほか、1999年には教員養成用の単科大学として北部のムズズにムズズ大学が設立された。国民の健康状態は良好ではなく HIV。 エイズが蔓延しているために平均余命も52.9歳である。2007年の HIV 感染者は約93万人であり、感染率は11.9%である。マラウィにおいては、婚姻時に改正する法的な必要はない。特に北部においては、伝統的に改正しない。マラウイ人の多くは、ムシマと呼ばれる、トウモロコシ粉を茹で練って作ったものを主食として食べる。 多くの場合、魚、牛肉、鶏肉や調理された野菜を副菜にして一緒に食べる。米やキャッサワ湖から作られた食物なども好んで食べる。また、畑などに現れるネズミもよく食べる。マラウイではネズミはポピュラーな食料でよく市場で売られているという。マラウイ共和国内にはユネスコの世界遺産リストに登録された文化遺産が一件。 自然遺産が一件存在する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。